皆さんこんにちは、ゼロワンレザーです。だいぶ告知がこれ遅くなったんですけれども、8月の最終週頃にですね、電子書籍の方を、ちょっと発売したので、ちょっとそちらの告知をさせていただきたいと思います。8月の中旬ぐらいですね、ブランドとしてサドルレザーの製品の製造販売というのをちょっとやめますという中心の告知をさせていただいたんですね。で、その後ちょっといろいろ考えまして、やっぱりサドルレザーで仕事をしていた時に、特に SNS を通じていろんな方からですね、これ国内外問わず、どうやってコバをそのように磨いて仕上げてるんですかとか、道具は何ですかとか、材料は何ですかという質問が多数寄せられたわけですね。ただ残念ながらこういった一つ一つの技法っていうのはやっぱり段階が必要で、一言って答えられません。で、やっぱりその直接こうメールとかでご質問されてもですね、一回一回それを全部説明するということはちょっとやっぱりできないんですね。そしてまさに私はプロダクトを作って売るという側にいますから、教室開いてどうこうとそういったことがありする今予定もありませんので。一冊この本をですね、これいい機会だと思って、したためてみようと思い、今回この本を書きました。で、この本について言うと、革のチョイスから始まって、もう順を追って段階的にですね、一点一点、ここはなぜ、どうして、だからこうするといったところを合理的に理解できるような形で説明しながら、やっていってます。工場磨きというとですね、なんとなくこう早く磨いてみるとか、ただ力を入れてゴシゴシやるとか、でそういう方多いんですけど、実はそうではないよと。これこれこういう状況が生じるから、それに対応してこういった処置を施すんだよということをきちっと明確にですね、書いて理解していただくことで、着実にステップを踏みながら、美しい子が強い子を作っていただくということを目的にしてこれは書いてます。で、実際これがですね、ここに写真にもある通り、この手順ですね、この本に書かれた手順で、作ったカードケースですけど、コバがこんな感じで、ツヤのあるで、非常にやっぱりワックスもね溶かし込んでるんで、すごい硬い、しっかりしたコバに仕上がってます。で、他のレザークラフトの技法書を見ると、例えばウォレットを作ってみよう、キーケースを作ってみようといったようなものは実際あるんですね。ただやっぱり個々の過程について言うと、やはり記述が少ないと、それでやっぱり全その一つの技法の中にまた大切なエッセンスがあるんですね。で、踏むべき手順であるとか、でそういったところについてもっとちゃんと説明した本があってもいいんじゃないかなと。で、特に小歯磨きについてはワックス入れ、ワックス溶かし込みまでを記述したレッスンブックがちょっと私が読んだ中では見当たらなかったので、これはもう本当小歯磨きにこだわって、小歯磨きという技法一点に限ってですね、一冊の本を作るのが良いのかなと思って今回こちらを出しました。で、紙のページ数にすれば60ページほどです。写真も多く対応してますので文字数的には少ないですけれども、一応そういったステップバイステップというか、きちっと順を追いながら説明しています。で、あと道具とか材料についてももちろんこのタイトルにあるように、例えばこれからレザークラフトを始めようと考えている方、いやすでにレザークラフトキット買って少しやってるんだよね、ただちょっとコバが難しくて分かんないんだよねという人でも、というよりむしろそういう人からこれ読み始めていただきたい本になってます。高価な海外製の工具であったり材料は一切必要ありません。すでに持ってある道具にあと必要なものはちょこっと買い足していただければ大丈夫ですと。しかもそれも安くて手に入りやすいもの、それで作っていきましょうという趣旨でこれは書いてますので、まさにその趣味のレザークラフトのためのレッスンブックです。
趣味のレザークラフトをやってらっしゃる方がよりあのクオリティの高いコバをですね磨きをできるようになって、ご自身の作品クオリティが上がって、やっぱりさらにそのレザークラフトという趣味ですね、楽しくなるようにということを私も願ってこれ書いてますので、コバ磨きでちょっと悩んでんだけどもという方いらっしゃいましたら、ぜひ最初サンプル版がダウンロードできますので、ちょっとそこの触り読んでいただくか、あとは読み放題プランを契約されている方は読み放題で、あともう少しの期間しかないんですけども、読み放題でまだ読める状態になっていると思いますので、そちらで読んでいただいた。で、もしこれを保存版としてですね、ずっと手元に取っておきたいなと思われたら、ご購入いただければ良いかなと思っています。ちょっとお値段的にはですね、ページ数60ページの本で780円という設定なので、ちょっと高いかなと思われるかもしれないんですけれども、いろいろ当然のごとく Amazon との契約を結んでますので、ロイヤリティの関係とかもありますし、あとはやっぱりこれを仕事としてですね、ブランドを2010年設立時からサドルレザーをやって、2017年の中旬ですね、半ばまでこのサドルレザーでずっとやってきて、たくさんの失敗もしましたし、その失敗の、経験から学んだことがここに成功体験として記述されているといった意味で、そのこのコバができるまでに、できるようになるまでにですね、かかった時間的、また実際の物の費用的な、そういったコストとかもやっぱりかかってますので、でまさにそういったプロで仕事をしているというところで、秘密にしていた情報とかの公開も全部含んでいますから、ちょっと一応ちょっと高めかなと思いましたけど、こういった価格でちょっと設定させていただきました。で、興味ある方ぜひぜひですね、まだサンプルでいいんで、ダウンロードして読んでいただいて、その後ご検討いただければ ありがたいなと思っていますので、ぜひともよろしくお願いします。これは一応今回ターンのカードケースなんですけど、同じような方法でですね、ちゃんと染色物も仕上げられますので、こういった感じで染色物もこういった感じでですね、ツヤのある感じでしっかりと描かれた硬いコバがちゃんとできますので、そういった辺をですね、技術を上達させていってもらえればいいなと。そのためにこの本が皆様のお役に立てば非常に幸いだと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。じゃあ以上、ゼロワンレザーから電子書籍出版の、ご報告ご案内でした。どうも最後まで聞いていただきまして、ご覧いただきましてありがとうございます。